コーヒー紅茶にスジャータ。スジャータが11時をお知らせします。始まるよ始まるよ、いきなりポン。松本亀を準備はよろしいか。はい、行くわよ。じゃんけんグー。あまり勝ったやつは誰だ。豊橋市、うん、ペンネームは裏、あれ裏裏書いてない。え、中華マンさんかな。あ、そうか、きっと。よし、まあいいや、住所書いてあるのかい。豊橋市。よし、かわいい文房具セットピーズバーをプレゼントします。おめでとう。こんばんは、さだまさしでございます。赤いネオン、青いネオン、見慣れた看板、赤ちょうちん、いつの間にかなくなった大和渓谷の店、チョコリザ、いろんなことがあるんですけど、東京からセイヤングの放送っていうのはほぼ1ヶ月半ぶり、去年以来、あ、待て、正月があったぞ、まあ、まあ、いや、何しろ久しぶり。2月に入りまして、例年より20日も早い春一番が吹いてから、今年初めての東京出しのセイヤングです。正直な私、東京でやるときと他の町からやるときとではどう違うのか、一言で言えば、終わった後、割と早く寝る。酒を飲まない。カラオケもやらない。なんていうと、毎週毎週、地方へ行って我々スタッフは大騒ぎしているみたいに聞こえますけど、しています。では、セイヤング、今日のメニューです。今週も全国まるまる組のリスナーから妙なおはがきたっぷりいただいております。お茶の茨城商科大学深夜の共演。12時、午前0時からはセイヤングアネックスと時間通り行くでしょうかね。四谷の文化放送第一スタジオから久々にお送りするセイヤング第328回。今日も最後までゆっくりお付き合いください。またヤクルトナイト&ラブ、さだまさしのセイヤング。この番組は健やかな明日を目指すヤクルトがお送りします。旅する人、旅夢見る人の旅行雑誌、旅の手帳は新鮮な旅の情報をお届けします。旅の楽しさなら旅の手帳、クリエイティブな旅の情報なら旅の手帳。新しい旅の発見に出かけたいあなたに、徹底的な現地取材の旅の手帳、毎月25日発売、280円。せいやね、もう大変このところ連日、もう私たちはね、2月15日から始まりますマサシングワールドの出がらし一座の記念公演、第5回目になるんですけどね、台本がようやく上がりましてね、見事でございますね。やる気になれば、やるときはやるよ。やるときはやるんだったら、なぜもっと早くやってこないんだ。去年中に作っとけばこんなにバタバタしないで済むのに、こんなに寝不足にならないで済むのに思いながらもね、戦っております。今日もまだうちの出がらし一座の面々はですね、この文化放送の大きな会議室を借りましてですね、まだ練習をやってる。お芝居の大変な勢いの中でお送りする今日のコンサートでございます。今日のセイヤングです。もう頭とちらかっておりますけどね、今日のセイヤングでございますけれどもね、たくさん皆様からおはがきを頂戴しております。ビシバシ読んでまいりたいと、こういうふうに思います。まあしかし、忙しい忙しいということはあんまり言ってはいけないよと言われましたね。忙しいというのは心が滅びるとか、だから心が滅びると忙しいという字になるから、忙しい忙しいって言ってると心が滅びてくるから忙しいと言わない、元気に騒がしいとかですね、まあいろんなこと言おうか、この辺難しいですけどね、いろいろ悩んでるやつもおります。大阪府からいただきました。茨城市、いらっしゃるじゃない、
読んでよ。楠木玲子さん、いらっしゃい。突然ですが、マスさん、ごめんなさい。本当に申し訳ないんです。実は年間スケジュールを記入しようと思って手帳を開いたんです。そしたら赤字の多いこと、赤字というのはきっとお休みの日という意味ですね。赤字の多いこと、一瞬我が目を疑いました。何日あったと思いますか？124日もありました。盆休み、正月休みを含めてではありますけれど、週休2日だと年間4ヶ月の休みになってしまうんですね。有効に活用しなくては。でも先立つものが、もちろんマスさんとは、そんなにらまないでください。どうぞマスさん、お体だけは大切になさってください。これは何か人を励ましているのか、その傷つけているのかよくわからないはがきです。1年に4ヶ月休んでるんだ。週休2日で盆休み、正月休み入れると、夏休みだとか、まあいろんな休みがありますよ。4ヶ月だってさ。まあでも考えてみれば、僕らだって3ヶ月近くの休みは楽にあるわけだからね。休みの日としては変わらないんでしょうね。うん、ただ丸々休みっていうのは僕らの場合にはあまり考えられない、ね、で一応オフィシャルなスケジュールが入ってないから休みというわけではありませんね。だからこれを仕事だと思ってこなしてると体壊しますね。沢さんはどこまでが仕事かよくわからないでやって、この辺がなんか生き延びる原因のような気がいたしますですね。こうやってこの忙しいさなかにですね、ちゃんと明日は神奈川県民ホールでコンサートをやるという、この辺の凄さがやはり感じられますね。いかがですかね。まあいいや、分かってるの分かんないようなやつでございます。いろいろ悩んでますな。2月の14日が近いということがございまして、こういう匿名希望の板橋区の彼女、いらっしゃい。佐田さん、私悩んでるんです。バレンタインにあの人に告白するかどうか、あんまり悩んでも決まらないから、佐田さん決めてくださいって、こういうやつ。どうしてこういうね、他人を当てず、他人を当てにしてはいけない。下の阿弥陀くじをやってください。これね、阿弥陀くじ1234ってこう書いてあってね、金山さん、山下さん、金山さん、山下さんってこう書いてある。でもし金山さんに当たったら告白します。山下さんならもうやめときます。どうか正さん、私をこの泥沼から救ってください。ちょっとペン貸して、よし、じゃあ救ってあげます。鉛筆でチャンチャンチャン、あ、この赤いのがいいな。チャンチャンチャカチャカチャン。そうそうね、これ2番を選ぶ。チャンチャンチャカチャカチャン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 私はそれだけしか依頼されてないからね。続いてのおはがきです。これはね、習志野市の袖ヶ浦からいただきましたね。袖ヶ浦ってのは習志野市なんですね。千葉県に住んでいながら、ふとその辺の地理がよくわからなかったりしている佐田でございます。赤木純子さん、いらっしゃい。前略、暖冬のせいで梅の花が早満開のところもある今日この頃ですが、お元気でいらっしゃいますか？今やきっとマサシングワールドコンサートのセリフを暗記していらっしゃるところでしょうね。私たち会員はその努力に敬服いたしております。ちなみに私外れました。 ありがとうございます。頑張ってやっていきたいとこういうふうに思ってます。本当にもう梅の花が咲き始めたってね。恐ろしいですよ。なんか今日の新聞だったかな、いろんな、まあ春っぽい話題が多いんですが、こんなハガキも届いております。末摘む花さん、上尾市、いらっしゃい。今年もやってまいりました、杉の花粉。今年は立春くらいから注意報が出るそうです。佐田さんをはじめ花粉症の皆さん、今年のはちょっと苦しいそうですよ。ご愁傷様です。私は健康有料児です。まあ嬉しそうにこういうこと返ってくるやつはほとんど花粉症の心配のない人ですね。しかし花粉症っていうのはね、皆さん、アレルギー体質であるとかないとかって、これあまり関係がない。突然来るんです。突然来ます。笑っていられるのは今のうち。きっと3年後の今月今夜4年後の今月今夜の君の鼻をきっと花粉でくしゃませてみせる。さだそのぐらいもう恨んでおりますからね。この間さ、突然大雪が降ったでしょ。あれいつだったっけ。3日の日かな、節分の日だったんですかね。突然大雪が来たんです、名古屋方向に。こんなおはがきが来ております。名古屋市の森山区の池田さよみちゃん、いらっしゃい。さだまさし様、いつも楽しい番組ありがとうございます。昨日までの暖冬と言われた陽気が嘘のように、今日は名古屋に大雪が降りました。あの日はすごかったね、新幹線の遅れ。
我々は静岡から新幹線で、東京へ戻ってきたんですけど、おおむね3時間遅れ。それで夜はなんか火事まで起きた。あの日1日だけで何億の損害と言ってる JR の方はね、いやしかしいろんなことがあるもんだなと思いました。突然の雪に驚きながら、都会はパニックです。一日中降りやまない雪に不満顔の大人たちとは反対に、町のあちこちで子供たちが遊んでおりました。私たちの子供の頃と変わりませんね。雪だるま、雪合戦。あ、子供ってどうしてあんな元気なんですかね。子供たちは寒くないんでしょうか。とこう書きながら、本当は私自身一緒になって遊びたい気持ちなんです。きっと他の大人たちも雪が降れば心のどこかに子供の心がムクムク出てきて、こっそり雪合戦してるのかもしれません。そういう気持ち失わないでいたいと思ったりもしました。雪の積もったレールの上を走る通勤電車でさえ、いつもの振動や音が雪に吸収されて、まるで雪国の列車のようで、ちょっとした小旅行の気分でした。思いがけない雪の一日は私に素敵なものを感じさせてくれました。自然って厳しいけれど素敵です。こんなおはがきね。それはまあ、いつもいつも雪に苦しんでいる地方の方はね、何のお天気なこと言ってんだなんてね、僕らが雪がいいなんて言うとね、叱られちゃったりするかも分かりませんけど、あまり雪の降らないところに雪が降るとね、なんか街の雰囲気が変わるんだよね。でなんかえらい綺麗になっちゃった、みんなメルヘンになっちゃったりなんかしてね。それで大人たちも心の中で雪合戦してるかもしれませんけど、私たちは必ずやりますけどね。どうしてもやる。ただ安比高原行ったら弱っちゃうんだら雪玉にならねえんだよね。サラサラでね、いくら固めてもバラバラっとこう溶けちゃってね、しょうがない、何か硬すぎるご飯で作るおにぎりみたいな、そういう世界になっちゃってね、バラバラになっちゃったりしますんでね。富山県の話題いきましょう。沢村沙織さん、富山の常連ですね。いらっしゃい。この間テレビですごいもの見たんです。なんと富山県ファンクラブを作るっていう話。県外の方で構成して、特典は富山のイベント情報満載の開始、富山の宿泊施設の斡旋、富山県名産などの割引なんかだそうです。早ければ春にも作られるそうで、人数が多くなれば富山県人会も県外の人で構成されてできるそうです。なんてすごい県なんでしょう。県にファンクラブができるなんて。詳しいことは県庁の方で知ってると思います。この際リスナー皆さんで富山 県民になりません？今なら福を呼ぶホタルイカグッズが当たるかもしれない。私はこれを聞いて、さすが犯罪のないベスト3に入る県だと思いました。富山っていうのは犯罪の少ないベスト3に入ってるんですね。ですからまあすごいですよ。平和な県って言いますけどもね、平和っていうのはこれは大変なことですよね。今日日ね、もう犯罪がないっていうだけでありがたいですね。どうしてこれを同じ狭い国に住んでいながらやっぱりこう犯罪っていうのに走ってしまうのかね。さあ、まあちょっとした出来心っていうのはわからないじゃないけれども、誰でもあるからね。ついまさかこんな大騒ぎになるとは思わなかったなんてことは必ずあるんだね。だから、後で後悔したりなんかする人も時々あるけども、あまりもう住んだことをね、いつまでもくよくよしててもしょうがない。そんなハガキも来てたけども、まあ何しろ元気出してね、これからのが勝ちですから頑張っていただきたいと、こういうふうに思います。どんどんハガキ読み、あ、これだ。森のどんぐり君、一つね、元気出して頑張りましょう。ペンネームガッツ星人、いらっしゃい。沢さんは喧嘩をしたことがありますか？喧嘩といっても口喧嘩とかじゃなくて殴り合いの喧嘩のことです。僕は今まで17年間そんな喧嘩をしたことがないんで、当然喧嘩のやり方というものを知らないわけです。だからもし将来彼女と街などを歩いているときに、怖い人と肩と肩がぶつかったりしてしまったときに、お兄ちゃん痛いじゃねえかとかなんとか言われていきなりぶん殴られたりしても、僕は何もできずに血だらけになってしまうと思うんですよ。でするとそれをそばで見ていた彼女が、あなたって弱いのね、私弱い人嫌いよノードと言ってどっかに行ってしまい、僕は彼女に嫌われてしまうということになります。ああ僕はどうしたらいいんだ。なんだか一人で妄想にふけってるという感じがしないではないけどね。だいたい喧嘩とかっていうのは、したことがありますかとか聞かれて、沢さん喧嘩したことがあるなんて言うとまたちょっと問題が出てきますんで、まあ喧嘩をしたことはないというと嘘になりますから、まあこの辺はまあいい加減に答えておきますけど、でもまあなんだよ、喧嘩なんてしない方が勝ちだって。もう謝って済むことだったら全部謝る、もうこれが一番。それでね、だいたい怖いお兄さんと肩と肩がぶつかってしまってしたときに、おい兄ちゃん痛いじゃねえかとかって言われて、どうもすいませんって大概それで済む。それでいきなりぶん殴られるっていうのは、それはね、よっぽどなんか虫の居所が悪いとかですね、殴りたくて歩いてるやつ、こういうの時々いますからね、こういうの甘えてしない方がいいですね。大丈夫ですよ。
で、まあ、痛いって頭きたら、それはね、体が動くって、そういうこと言っちゃいけない。いやいや、そういうことはこっちに置いといてですね。例えば血だらけになったとしようじゃないか。それで、あなたなんか弱いのね、私弱い人嫌いよ、という女はいなくなった方がいいよ。こんなものはね、いらない。うん。だからね、それはまあ男としてはね、降りかかる火の粉は払わにはならぬなんていう言葉があるけどもさ、降りかかる火の粉は払わにはならぬっていう言葉は確かにある。ある。でも、ここは難しいんだな。じゃあね、殴り合いの喧嘩を肯定するってことになるとね、これはね、まあ、友人同士でやるんだな、これ。友人同士でやるっていうことを突き詰めて考えていくと、平和はどこにあるんだろうか。友人同士で喧嘩するのにね、よその国と権利関係で揉めたときに喧嘩するよな。と戦争っていうのを肯定することになるでしょ。だからね、もう徹底してこれ難しいんだな、そこまで話広げる必要はないとおっしゃるかもわかんないけど、いや、意外にこの辺からこれ考えなきゃいけないことだと思うんだよね。だからね、それ考えるとこの意見はね、非常に深い問題をはらんでいるような気がする。喧嘩はしない方がいいというのは、これはもう紛れもない事実だけども。じゃあ、危ない目にあって、そのまま、じゃあこれ殴られるで済めばいいけれどもさ、もっと危ない目にあった時には、これどうするか。武器なんかで襲われた場合にはこれ畑落とすぐらいのことは人間本能的にするよね。というと今度はまたそれがですね、過剰防衛だとかですね、そういう問題がこれ難しいな。さあみんなで考えてみよう。すぐみんなに振るさだまさし。さだまさしのセイヤング当てで来ておりますな。なんか変わったのも来てたぞ。これ後でいいか。これ後でいいのね。じゃあこのハガキで行ってみましょう。西村雄二郎が非常に悩んでおります。いらっしゃい。挨拶に困ったことありませんか。例えば10時から11時頃におはようと言うべきか、こんにちはと言うべきか、夕方の4時から6時ぐらいにかけてこんにちはがいいか、こんばんはがいいか、松さんは具体的に使い分ける時間を知ってますか。まあ、あんまり真剣に考えたことがないことを真剣に考えると、こういうハガキを書いてくるわけですね。まあ、まだ早いなと思ったらおはようと言えばいいし、昼過ぎたなと思ったらこんにちはと言えばいいし、どっちも当てはまらないときにはごきげんようって言っとけば間違いないわけでね、いろんな言葉ありますよね。でもどうもっていうのはあんまり良くないね。いや、どうもなんていうのはね、どうもあんまり好きじゃないけどね。ごきげんいかがですかとかね。ラジオの時は困るんですよ。例えば録音番組なんかの依頼をされたとするでしょ。ただこんばんはの地方と こんにちはの地方とおはようございますの地方があるわけで、3つとも取るわけにいかないから、ご機嫌いかがですか、さだまさしです。だご機嫌いかがですかと出てくるラジオ番組があったら絶対録音だと思って間違いない。今日の1曲目、ザグトーイ、眠らないで。That's cool.
頼まれてた時刻表だ。うわあ、ありがとう。あ、今評判の JR 編集時刻表だ。な、今度の連休に山形のおばあちゃん家へ行く計画、まさし、お前自分で立ててみるか。うん、やってみる。ついでに時刻表で費用の計算もしてみるよ。ご旅行の計画から切符の購入まで、 JR 編集時刻表はあなたの旅のパイロット。740円で交際出版社から発売中です。キオスク、書店でお求めください。いるね。これはあの自作自演なのかな。驚いちゃったな。こういう曲があるんじゃなくて、替え歌じゃなくて。すごいね。だとしたらすごいね。川崎市の高橋のりえ、四条恵子、ひろのりの作品。すごいな。セイヤングのアタックをカセットテープで送ってください。見事採用された作品にはセイヤングのテレフォンカードをプレゼントしております。では続いてこのコーナー、1億3000万人のためのお茶飲み話消化大学と。はがきが受ければ図書券プレゼント、しょうもない作品には味噌が当たり、卒業もできれば、卒業できればテレフォンカードまで送られるという、はがきで参加を してください。そして、番組で採用されたらば、採用されたら、しょうもなく、さ、読まれれば、読まれたら1回とここに書きます。そしてそれが3回読まれたら1回生と進出するわけです。賞をもらえば1回読まれただけでも、進級ができると、こういうことになってます。詳しくは、また暇な時。今月の講義は、三秒小劇場。これ三秒小劇場のテーマですか、これ。誰作ったのこれ。誰が作ったの。責任者平井だな。
ろくなもんじゃないね、うちのスタッフさ。お送りしましょう。3秒間で私たちを笑わせていただこうと、こういうこの番組の古典的なコーナーでございます。お送りしましょう。3秒小劇場入学希望、中台雪坂13歳 A 型。13歳すごいね。女子プロレスラーのダンプ松本のサイン会をやっていたが、さすがに砂利が多かった。うまいね、ダンプだけに砂利が多いというね。大熊栄俊3回生3分の1、押し流す力がない水洗トイレの水はなぜか哀れだ。わかる感じがするね。佐藤ともに仙台市、親と子の会話。パパお帰りなさい。おーらまさし、頼まれてたギター服だぞ。ペンネーム砂の消しゴム、久しぶりだね。おい、本が池に沈んでいくぞ。ブックブックブック。ダメだ、本当にこいつはダメなやつだ。ペンネームアローン改め、カオサイギャラクシー、アローンの方がいいって。2回生よくいるやつシリーズ、回転寿司屋で皿ごと取らず寿司だけ取るやつ。そんなのやつ見かけたことある？見かけたらご連絡ください。ペンネーム2豆の歯ぎしり、もうすぐだわ、悩んじゃほんとやんなっちゃうわ私、花粉症の11面観音。地獄だろうね。地獄だろうな。これは、伊藤幸子、うん、双子だ、 B型らしい作品だな。佐賀さんが大好きな哲学的ギャグ、女子中学生とその父親との会話。お前そんな気持ち悪いフライはよく見ていられるな、心臓に毛が生えてるんじゃないか。心臓だけじゃないよ。続いての作品、香川県の西川博道。おーっと、広田選手打ちました。大きい大きい大きい、入るか、惜しい、少しそれました。広田選手また打った、またまた打ちました。広田選手今日はよく打ちます。これでトリプルボギー。なるほどね。これは山形市の佐藤勝、3秒じゃこんなの読めるわけないじゃないかという作品。おーらまさし。おーらまさし、頼まれてたスケジュール表だ。わー、金山さん編集のスケジュール表だ。今度山形のおばあちゃん家でやる神出鬼没コンサートの予定自分で立ててみるか。うん、ついでにゴルフ場の予約もしてみるよ。金山さん編集のスケジュール表は皆様の要望にお答えするため空白を作らず頑張っています。わけのわかんないのが来てるな。これはね、確か船橋習志野の化身が押してある入学希望と書いてありながら、名前が読めないというかわいそうなやつ。どちらにしようかな、神様の言う通りにはしないぞっていう作品なんだから。なるほどね。これもなかなか素敵な作品。堀内久吉、大田脇1回って書いてあるんですよ。もうすでに受けてるね、こいつ。すげえ。実はです。僕の知り合いの S さんが3年前から付き合っていた K さんにこんな言葉でプロポーズしました。君の残りの人生を俺に預けてくれないか。これを聞いた彼女は嬉しさのあまり泣き出してしまい、S さんはフォローのつもりで、こんなことを口走ってしまいました。50年したら利子つけて返すから。危ねえな。こういうね、こういうね、この好きな俺、ペンネーム、ルパン金星。一番早く飛べる虫は、ハエダメ、こういうの。俺、こういうの好きなんだけどな。ペンネーム、カジアキミ。とにかくめでたいという合格の歌。入り入りほれ入りほはは入りふれほほー、ちょっと音程が狂った。これはね、小杖恵子。かくれんぼが好きな音楽家はマーラーだよ。わからない人には全くわからないというギャグでございますよね。お茶しようだ。片山正明、今月の講義内容、3秒小劇場。先週の男子トイレのショーのところになぜ髪がないのかと言っていた女の子がいたが、なぜ知っている。鋭いね。棚秀敦、修士課程の模範解答。
ゴルゴ13は依頼人にこう伝えた。依頼の件は引き受けた。例によって報酬の100万ドルは埼玉銀行へ振り込んだ。しょうがねえな。川崎市小西勤、もうすぐ9歳。僕のいつも行っている床屋さんは薄井という名前です。ありがとう。これは三病小劇場宛に来たものではないけれども、採用した秋田市の長谷川忍。なぜないのだ。縦に切ると横顔が出る金太郎飴。あるわけねえだろって。あったら面白いけどな。香川県の石川博道二回生。さっきも読んだ。すごいね。地理の時間の先生と生徒の会話。先生、簡単な問題だ。田中、方位を四つとも言え。田中、方位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 。ペンネーム、まだ味噌とテレフォンカードは来ない。最後の作品、三秒小劇場。中山美穂のことをミポリンと呼ぶのに、なぜ丹波哲郎のことをタンバリンと呼ばないのだろう。では今週の合格者を選ぶ間の一曲、上尾市のペンネーム、アービバドンドンのリクエスト、ロスロボス、ラバンバ。聞いていただいている間に、今週の合格者が決まりました。まず1000円の図書券がもらえる成績優秀生2、4、6名の発表。ペンネーム、まだ味噌とテレフォンカードが来ない君、中山美穂のことをミポリンと呼ぶのに、なぜ丹波哲郎のことをタンバリンと呼ばないのだろう。片山正明、先週の男子トイレの蝶のところになぜ髪がないのかと言っていた女の子、なぜ知っている、それから名前のないやつ、どちらにしようかな、神様の言う通りにはしないぞ。まあこういうのはなかなか私は好きだったね。それから山形市の佐藤勝、1回生3分の2、次回からは2回生3分の2と、こういうふうに書いてきていただきましょう。三秒小劇場、ほーら正志、頼まれてたスケジュール表だ。このスケジュール、金山さん編集のスケジュール表。それから11面観音ですね。それと佐藤智美は仙台市、パパお帰りなさい、ほーら正志、頼まれてたギターフグだぞ。そして5000円の図書券がもらえる特待生1名の発表。石川博道2回生、次回は3回生で、さっきも一つ読まれたんで3回生3分の1と、こういうふうになるわけですね。簡単な問題だ、田中、方位を4つとも言え。方位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 、これバカバカしいな。教授は大変好きである。今月は誰でも参加できる3秒小劇場、基本は3秒、まあちょっとぐらいなくてもいいか。以上、お茶の話商科大学、今週の講義おしまい、おしまい。ヤクルト、ナイト&ラブ、さだまさしのセンヤング。この番組は健やかな明日を目指すヤクルト、時刻表でおなじみの光彩出版社がお送りしています。一鉢のセントポーリアへの水、一冊の単行本、一足のスペアストッキング、そして一本のジョア、一切れのトースト、一杯の紅茶、一曲の BGM、 そして一本のジョア、私の朝のスケジュール。良質のタンパク質とカルシウムを手軽に補給できるジョア、生きた乳酸菌菌がお腹のヘルシーも応援します。一日の始まりはジョア、ヤクルトから。
ただいま。あら、まさし、頼まれてた時刻表だ。うわぁ、ありがとう。あ、今評判の JR 編集時刻表だ。な、今度の連休に山形のおばあちゃん家へ行く計画、まさし、お前自分で立ててみるか。うん、やってみる。ついでに時刻表で費用の計算もしてみるよ。ご旅行の計画から切符の購入まで、 JR 編集時刻表はあなたの旅のパイロット。740円で交際出版社から発売中です。キオスク書店でお求めください。亀尾のお知らせコーナー、松戸情報でございます。もう信じないの。おいおいおい、メモと鉛筆の用意はよろしいでしょうか。本当に言うの。言います。やった。決定。西安宮放送333回記念さだまさし松戸コンサート、日時は3月12日土曜日午後6時30分開演。会場は、北松戸になりますね。これは、松戸市市民スポーツセンター体育館、はい、京成の松戸神殿からも近いですね。料金は333回にちなんで、なんとお安い3330円。30円ってのは何なのそれ。え、いいじゃないですか。まあいいか。縁起物で。はい、発売方法はですね、ご希望の方は、コンサートに行きたいという方は、往復はがきですよ。往復はがきに、希望枚数、ご住所、お名前、電話番号を明記の上、お申し込みください。送り先は、郵便番号 160-02 文化放送事業部、さだまさし松戸コンサート係まででございます。先着順にですね、折り返し購買方法をお知らせいたします。それで先着順ですのでね、一人で何枚も出したりとか、人の名前使って出したりとかしても同じでございますから、お一人1枚という形でお願いいたします。定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めによろしくお願いいたします。お問い合わせは文化放送事業部、東京03-357-1111、357-1111、こちらまでよろしくお願いいたします。松戸情報でございました。なんつってもあと一月ですからね、おおむね。申し込みはがきが1枚で、枚数は今のところ制限してませんから。あ、申し込みはがきは1枚 で、例えばそれに500枚と書いてもいいわけですさあ、次行きましょうか続いて好評、深夜の共演。東京でお送りするセイヤングが久しぶりということでございますけれども、ということはこの3人が揃うというのも久しぶりですね。そうですね。ねえ、でもしばらくは山下先生も、はい、素晴らしい役がまた今回もありますし、うん、旅先でお会いできるようですけれどもね、はい、ご挨拶をどうぞ。山下先生、告白します。喉を潰してしまいました。本当に今度の旅はハードです。あ、旅じゃない劇はハードです。そうだね、めったにハードです。山下があんまり怒鳴ってる声って聞いたことないもんね。だからまあ今度はうるさい芝居になりそうですけども、金山ラドン先生。はい、私も告白します。はい、喉を痛めました。金山ラドンです。本当にみんなでね、喉を痛める芝居なんだこれが。大声で怒鳴り合うし、誰ですかそういうこと書いて。さあ、それではかがわり、私さだがま3人の選者でもって皆様から寄せられました句や歌を選ばせていただいております。今週のお題、今日から告白、告白というお題でもって皆様の句や歌を選ばせていただきます。では読んでまいりましょう。金山ラドン先生。はい、東京都世田谷区のペンネーム相変わらずさん、いらっしゃい。このセーター、このセーター、あなたのために編んだけど、始めと終わりのあなたが違う。おお、不幸ございますね。はいですね。あれはでも早ければ早いほど直しも早くできるわけですね。胸までがあなた、ね、胸から下はこっちのあなた。かわいいかわいいね。だけど私たちとまた違うと。金山さんにあーなるほど。私たちとまた違う。困りますよ、だけどそんなこと言ってると、はい、金山さんのために編もうと思ってて、で例えば山下さんに代わって最後にあげたのが小錦だったらどうするんですか。だんだん大きくなる。山下先生どうぞ。はい、群馬県渋川市のペンネーム春はバケボノさん、いらっしゃい。すごい迫力のあるね、告白の句です。いいですね。実は実は私が隠れまさしです。
告白しましたか、ついに。しましたね。勇気のいる問題ですね。そうですね。なんでやねん。そうですね。さて、千葉県船橋市の、船橋の板橋さん、板橋直子さん。告白。不器用な、これ歌です。不器用な君が無言で咲く粥の、語る思いを風も良きかな。うん、風で寝込んでるわけですね、うん。不器用な君が無言で咲く粥の、語る思いを風も良きかな。なかなかいいですな。金山先生いかがですか。はい、常連さんです。千葉県印旛郡の林田文雄さん、はい、告白が残酷すぎる愛だから。おー、深いですよ、うん、深いですよ。これいろんな告白ありますからね、うん、ね、実はあれは犯人は私だったんですっていう告白もあります、ね、ありますね、ええ、答えをね聞きたくないって、ね、聞きたくないってなりますね、結論をね、うん、はい、山下先生。はい、埼玉県川越市の猪俣光一さん、いらっしゃい。これも不幸ございます。深い歌です。うん、真夜中に今でも好きだと仏壇の前で服脱ぐおばばかな。不幸ございますね。ちょっと想像するのが怖い句ではございます。歌ではございます。池田さよみさん、名古屋市。告白をして始まる恋終わる恋、うん、告白をして始まる恋終わる恋。さあ、ね、決めの一句参りましょう。金山ラドン先生。はい、福島市の、長田博久さん、いらっしゃい。句ですか。句です、はい、好きですと言って逃げられそれっきり、ある、ある、こういうことはある、往々、ね、にしてある、うん、山下アナ先生いかがでしょうか。はい、町田市の大志大湯丸さん、いらっしゃい。こういうことも往々にしてある、うん、耳元で好きだとつぶやく背後霊。ない、そんなことは往々にしてない、そんなことはわけのわからない。いろんな告白の仕方がありますけど、さっぱりしてていいなっていうのがね、沢井優子、はい、山口県萩市、はい、好きですと、うん、それだけ言おう好きだから。わかりやすい、わかりやすい、好きですと、うん、それだけ言おう好きだから。明快やな。明快やな。相手のリアクションを期待してない。そう。うん。すごい。この開き直りがすごい。で、言ったらそれで終わったりして自分の気持ちが。では、今週の入選者を選ぶ間の1曲。選曲リクエストプレゼンター、所沢市の石山徹さん、文化放送特製のステーショナリーカーをプレゼントいたします。斉藤由貴さん、初恋。斉藤由貴さん、初恋を聞いていただいている間に、今週の入選者が決まりました。各賞を発表してまいりましょう。栄光の金山ラドン賞。はい、ラドン賞は、千葉県船橋市。板橋直子さん、歌です。告げようと心に決めたその途端、体全部が心臓になる。わかるね、そうなんだよ ね、そうなんだよ ね、そういうことありますね、ありますね、はい。そして、名誉ある山下安安賞。安安賞は名古屋市の池田さよみさん、うん、一言のために重ねる深呼吸。一言のために重ねる深呼吸。こういうことだからみんなやっぱり考えてんだね、いろいろあるんだ。私は動画機内重治さんに差し上げましょう。この人はサラガマン賞ってのは珍しいんじゃないか。歌です。はい、これは動画機内さんらしさが出てて私は好きな句です。あ、歌です。お送りしましょう。はい、告白し無用な日々を作るより夫婦の知恵はとぼけ合うこと。実感ですね、これ。告白し無用な日々を作るより夫婦の知恵はとぼけ合うこと。うまい、達観しております。達観してますね。以上、各賞入選者には2月はバレンタインデー、61年チョコレート年間総売上約400億円、2月14日だけで約1割の売り上げなどというデータまでいちいちついている88年版マッサン版面白い、なんだよ、ま、何しろ手帳、それとさだまさしカレンダーをセットにしてプレゼントいたしております。来週のお題、もう一回告白、そしてその次の週のお題、再来週から制服。いや、目輝かさないで、金山さん、制服、これでいきますからね。いいお題です、ね。俳句か和歌を作って、さだまさしカレンダーと面白便利手帳をセットでもらおう。以上、深夜の共演、おしまい、おしまい。やっかいなね、おいしくフルーツにかくれんぼ、こんなに上手にかくれたらおいしい飲み物になりました。キッキ
の不思議な美味しさ、ヤクルトの気になる野菜。チャレンジ2万キロご存知ですか？全国6つの JR 旅客会社線を全部乗り潰そうというキャンペーン、チャレンジ2万キロ。ロマンと出会いを求めてチャレンジ2万キロに旅立ってみませんか？現在会員は5万3000名。詳しくはキオスクで2万キロ踏破パスポートをお求めください。400円で発売中。せいや11時台最後はちょっといいハガキ。こんなハガキをもらいました。宝塚市の、村田明子さん。私は学校がミッションスクールのためボランティアには時々参加します。以前クラス全員で歳末助け合いの街頭募金に立った時、友達から聞いた話が今でも心に残っているのでお話ししたいと思います。その友達が募金に立った駅は競馬場の近くで、その日はちょうど土曜日、競馬の開催日でした。夕方になると競馬が終わったらしく、やや怖そうなおじさんたちがどっと駅に向かってやってきました。彼女たちがなんとなく怖いね、場所変えようかとこそこそ話をしていたら、一人のおじさんがスーッと近寄ってきて、寒いのに大変やな、今日は負けたからこれしかあらへんねやと硬貨を箱に入れ、何食わぬ顔で向こうへ歩いていきました。彼女たちがあれと思ってるうちに、そんなおじさんがどんどんやってきて、今日は勝ったからなと3000円入れる人、頑張りやご苦労さんと声をかけてくれる人、今日はすっからかんで何もあれへんごめんなとわざわざ謝りに来る人までいて、彼女たちは絶句してしまったそうです。私たちおじさんたちを誤解してた、弱い立場にいる人を本当に理解しているのはおじさんたちみたいな人たちかもしれないなどと友達は私に話してくれました。あ、本当にそうだと思います。おじさんたちは良いことをしたという意識はなく、まあ、当然のことをしたまでだと思っているんでしょう。学校で私たちがボランティア活動をするときはお手伝いさせていただくという表現を使いますが、させていただくでもしてあげるでもない、当然するという姿勢、とっても難しいことだけどおじさんたちに教えられたような気がしますなんてね。こういうおはがき難しいんだこれがね。ギャンブルっていうのを一生懸命やってる人たちを見るだけでね、なんかこう迷いを潜める、それだけで迷いを潜めるっていう風潮大体全体的にありますね。むしろこうなんか緻密に自分の人生を組み立ててですね、で貯蓄を怠らない、そういう人の方がなんか、しっかりした人、まあこれは、そういう見方、これは大まかにですよ、誤解なさないで、大まかにそういう見方をしますね。だからなんか、博打ばっかりやってるとかさ、まあ競馬っていうのはこれはおそらく公営、いやおそらくじゃない、これは公に認められているギャンブルなわけですね。そこへ行く人たちまで何か前を潜めて見られるという、こういう傾向ありますね。賭け事っていうのはとても難しいんだけれども、この勝ったり負けたりっていうのはね、所詮ね、人間の基本的なところでね、あるんじゃないかと思う。だから勝った負けたと具体的にお金で行き来する、これがギャンブルでしょ。とは人間はね、まあ、本当はこんなことはありっこないんだけど、心でもね、勝った負けたなんて計算する時があるよね。 あいつに負けたなとかね。でそれと同じようにね、なんかこうギャンブル性っていうのは僕らの生活の中にいくつもあるような気がするの。地道な仕事をしている人でもね、もっと恐ろしいギャンブルをやってる人って随分たくさんいるような気がするしね。でまあ分かりやすく言うと、大きなお金が、これ大まかに言います、大きなお金が動いているのは決して競馬場ではないような気がする。競馬場で動いているっていうのは本当に小さなお金同士をですね、こうやり取りしているような気がするのね。小さなお金をやり取りして、小さなお金をもう少し、大きなお金にするっていうのがね、おじさんたちの楽しみなんだな。だからそういう人たちっていうのはね、なんか意外にそういったところのさ、苦しんでる人たちの気持ちっていうのはさ、ふとなんか身につまされたりする場合があるのかもわかんないね。これも一概には言えないけれども、じゃあ地道にやってる人たちはそういう気持ちがわからないのかって言われるとね、そういう意味で僕言ってんじゃありませんよ。こういうケースがあるのを見るとね、この村田さんみたいにそうかなんてね、安心したななんてこう思わせるだけでも、このおじさんたち偉いよね。こう彼女たちの考え方変えたんだから、これは立派だなとこう思ったりなんかしますね。なかなかできませんよ、普通のことしてるっていうのは、言うのは思うってのはとても難しいね。やっぱり人間っていうのは心のどっかで、自分は今こういうことしていい格好しようとしてんじゃないかなんて常にね、自分の心と話し合ったりなんかすることがあるからね。そうか、ことに金が絡むとね、また難しくなってくるんだね。ダニー系5つのどうか、セイヤング、この後アネックスタイムですね。僕たちは一足お先にセイヤングアネックスでお待ちしてます。
クルトナイト&ラブさだまさしの専用具。この番組は健やかな明日を目指すヤクルトがお送りしました。引き続きさだまさしの専用具アネックスでお楽しみください。ルックスだけで行かせてやるから。アイコールポラどうだこの歓声、今最高に売れてんのさ。新しいお友達のヘアマスクボディに資生堂ルポ14品衝撃のデビュー、スーパーコンビニエンス行ってみよう。スキーに行こうよ。一本でも多く滑りたいという人のために、神楽三俣スキー場に4人乗り高速リフトができました。もっと気軽に行きたいわという人には、リフト乗り放題のスキープラン、お一人一泊8700円から。お問い合わせは西武観光東京 985-8181 へ。スジャータ、スジャータ、コーヒー紅茶にスジャータ。スジャータが0時をお知らせします。2月7日午前0時になりました。改めましてこんばんは、さだまさしでございます。今週は東京四谷の文化放送第一スタジオから久々にお送りするセイヤングアネックスでございますね。現在気温が 4.3 度ということになっております。昨日の東京の最高気温、一昨日か、もう一昨日になります。正確には一昨日の東京の最高気温が19度っていうね、4月下旬並みの暖かさで、これから何か東京の方は今日は一日、ごめんなさい、今日と昨日がこの時間ごちゃごちゃになってしまいますけどね、6日の一日はかなりお天気がなんかぐずぐずっとしておりましたけれども、これから解放に向かうみたいですね。岩手、大阪、名古屋でお聞きの皆さん、いらっしゃい。今週もアネックスで30分間一緒に過ごしていただきましょう。さだまさしのセイヤングアネックス、この番組はリクルートがお送りしています。フロムエーをある時はメモ用紙に、ある時はランチョーマット代わりにしているフリーター、岩本桃子さん19歳は、コンサートが始まるとヤオラハイヒールに履き替え、半年分のフロムエーを積み上げてその上に立ち上がった。音楽新源地フロムエーライブアライブ88第1弾デビッド・シルビアン、4月11日会員保険ホール1213中野サンプラザ。とかくこの世はフロムエー。追加公演決定。4月16日新宿厚生年金、17日中野サンプラザ。お問い合わせは有働音楽事務所へ。高田文雄、昼掃除、柳ジョージ、電気工事、鶴太郎、弁当屋、ピーコ、キャディ、村松智美、布団屋、古舘一郎、お歳暮配達、高田健三、清掃車、サンプラザ中野、交通料所、所ジョージ。みんな昔は A だった。フロム A で好評連載中、有名人100人の無名時代のアルバイトの話が本になった。その名もフリーター、880円で絶賛発売中。とかくこの世はフロム A。 有名になった時に備えて、私も無名時代のバイト体験記書き始めました。買って嬉しい花一文ね、あの子が欲しい、あの子じゃわからん、まさしくんが欲しい、あげるね。せいや、あげちゃったのね。あげちゃったのね。簡単に、いやー、さっぱりしてんな。しかし、ただいまのはセイヤングの天使の歌、何や天使の歌声、ちょっとお茶目な合唱隊、松本亀雄の声がやたら目立てたような気がする。セイヤングアネックスのアタックを皆さんカセットテープで作ってください。見事採用された暁にはテレフォンカードをお送りすることになっております。では今週最初のおはがき、読んでまいりましょう。このところね、ギター服情報が多すぎて普通の はがきがあったあったあった。これはなかなかいいはがきである。宝塚市の村田明子さん、マス、これ12時以前で、この人なんかもらった人ですよ。マスさん、出会いってすぐ近くに、そして思いがけないところに隠れてるんですね。私は最近駅前の自転車置き場の管理のおじいさんと友達になりました。きっかけは単に朝挨拶をしたということだけです。なかなかね、これ朝挨拶って意外にできないんだろ、これ。妙な顔される、むしろ挨拶すると、えっていう顔されるね。朝、首都高速道路の、なんだっけ、チケットをこう渡すとかですよ。お金渡して、こう、
料金所、そうそうそう、分かりやすい言葉知ってるときは早く言うよね。で、料金所なんかで、おはようですなんて言うとね、おお、おはようなんてね、向こうが驚いたりなんかしてる人、時々ありますんでね、きっかけは単に朝挨拶をしたということだけです。そのうちおじいさんは私の顔を覚えてくれ、毎朝一番出し入れしやすい場所を開けて、私を待っていてくれるようになりました。ほら、こういう特典がつくんですよ。挨拶一つだけで、たまにおじいさんがいなくても、いつもの場所も空いてなくて、私が別のところに自転車を置いておいても、帰りにはちゃんといつもの場所に自転車が置いてある。短い時間ですけど、時には立ち話をして、おじいさんが昔警視庁に勤めていたことや、お孫さんが私と同い年であることなどを知りました。嬉しかったのは、私が焼いたパウンドケーキをお裾分けした日、帰り際自転車のハンドルに手紙が巻きつけてあって、少し待ってください、と書いてあるんです。で、なんだろうと思って待っていたら、おじいさんが少し照れくさそうに近寄ってきて、お前さんの好みはわからんけどなぁと言いながら、綺麗な包みを私の手に押し付けました。白いウサギのぬいぐるみでした。なんだか涙が出そうになりました。ね。一人暮らしで寂しい思いしていらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思います。挨拶という小さなきっかけを待っている出会いが、きっと皆さんの周りにも隠れております。毎日寒いけど、私の朝はおじいさんの笑顔と、駅の改札口のおじさんとの挨拶でいつも温かです。こういう元気なハガキをありがとう。元気のいいハガキをもらうと、心も何か元気になってくるような気がします。最初のコーナーは、アネックスユーモアクラブ。はい、最初のコーナーはアネックスユーモアクラブ、あなたの周りの愉快な人々、妙な人々をレポートするヒューマンウォッチングワクワク人間ランドでございます。これはね、なるほど、先週だったっけか、オクトパスね、オクトパス、私もオクトパス持ってますという匿名希望のあさこさんは茨城県中郡の人、私のオクトパスは消しゴムでできたものです。これを父が大阪の出張の時、わざわざ寄り道して私に買ってきてくれたんです。私のオクトパス、オクトパスは多分大阪の阪急沿線で製造しているものだと思います。そのオクトパスの入っている箱にこう書いてありました。成分、分量、本品 25g 中、冷感 2g、山感 2g、開き直り 3g、気休め 18g。適応症、学力不足、努力不足による受験当日のイライラ、ハラハラ、ドキドキなどの諸症状の鎮静、用量、用法、志望校、学部ごとに1匹ずつお求めください。本品は消しゴムとしてもご使用いただけます。なるほどね。このオクトパス消しゴムとしては消すと黒くなりそうな感じがするんですが、私は成分の中に父の手垢の重さ気遣い 1g と入れたい気分ですね。え、いろいろな人がありますな。こういう粋なお父さんがあるかと思うと、わけのわからない家族ももちろんございます。ペンネーム希望、風の谷のラピュータ。私の母はナメクジが好きです。妙なもの好きやな。私の父はナメクジが嫌いです。まあ、ナメクジ好きという人がむしろね、まあ、変わってるという気がしますね。私のうちのお風呂にはナメクジが出ます。お風呂って出るんだ、ジメジメしたとこは。私と弟と母はナメクジと友達なので、ナメクジをナメちゃんと呼んでます。この前弟がお風呂に入っている時、お母さんナメちゃんが出てきてる。母は、あら久しぶりね、今お父さんが入るから待たせといてあげなさい。その後ナメクジは外に出たら凍るかどうかを論争しました。ナメクジが凍るだろうか。ナメクジもだけど凍死するなんてことがあんのかね、これちょっと詳しい方、追求してみたいようななんか気がしますね。ナメクジは凍るか、凍死するのか、ナメクジはありそうな気もしないではないけれどね。ギターフグの情報がまた届いております。来ましたね、川崎市の斉藤勝則。勝則が江ノ島の宝月さんに行ってきた。土産物屋、なんと店内3カ所に分かれて約20人のギターフグが並んでいた。ショーウィンドウに飾ってあるギターフグの横には黒々とこう書かれておりました。さだまさしのギターフグ。おい、なんだこのさだまさしのギターフグって、わけのわからんお店やな。しかし、いやー困ったな。まだ他の情報も。机の上の菊、
IBC、QR、SF、OBC リスナーの皆さん、こんばんは。専門用語で来やったな。先週の放送で、あと15個しかないと言っておられましたんで、日曜日に東京タワーに行ってきたんですって。結構やつ多いんで意外に。ちょっと前の放送で2階にあるというおぼろげな記憶をもとに、2階の名店街を探し回ったものが見当たらず、ある売店のおばさんに聞くと、1階の水族館の売店にあるよ、とのこと。おばさんに礼を言い、その売店に向かいました。と書き忘れましたが、そのおばさんはこう言ってました。佐田さんでしょ、あの人変なの宣伝してるから。なんかいろんなところで私の評判がいろいろ変わってるような気がして不安なんだけれども、これ見つけてきたのは私でありませんからね、番組で宣伝してるわけでもありませんよ。みんながハガキに書いてくるからついつい読んでしまうだけでございますからね。ギターフグの話題もね、もうそろそろ在庫もなくなってきたみたいですしね。まあこの辺で打ち切りっていうところかな。今度また幻の物産博覧会第2回っていうの考えてますからね。その時にまた変なものを見つけてきてください。それではリクルートさんより40秒のお知らせです。ね？違うの？もはや生活必需品になってしまい、あるときはメモ用紙に、あるときはランチョンマット代わりにしているフリーター岩本桃子さん19歳はコンサートが始まるとヤオラハイヒールに履き替え、半年分のフロム A を積み上げてその上に立ち上がった。音楽新伝地フロム A ライブアライブ88第1弾デビッド・シルビアン。彼女の話では確かにデビッド・シルビアンと目が合ったという。4月11日会員保険ホール1213中野サンプラザ。とかくこの世はフロム A追加公演決定。4月16日新宿厚生年金、17日中野サンプラザ。お問い合わせは有働音楽事務所、東京03-402-7281。さて最後のコーナーはちょいと一服です。オルゴールを合図にですね、皆さん何か飲み物を用意していただきましょう。今日は今日もマネージャーのロードマネージャーの広田康永が、組んできてくれた文化放送の何組んでないの、組んできたんだろ、だってこれ組んできました、ね、そうだろ、これ文化放送のお茶な、そうです、ね、そうな、うん、じゃあいただきます。お前これちゃんとお茶っ葉変えるスイッチ押したか。あ、大丈夫ですよ。本当か、長年やってますから。よし、何かお知らせがあるんだね。お知らせ先に行っちゃおう。すごいおなじみ春のラジオ祭りスペシャル企画っていうのがあるんだ。うん、でセイヤングアホーオークション。アホーオークションってどういう意味、オークションのこと。じゃあオークションって言えばいいじゃないか。あなたの持っているしょうもない宝物を買いましょう。これでございます。あなたの持っているしょうもない宝物を買おうじゃないか。2万円、3万円、5万円、10万円、運命の分かれ道。それ違うじゃん。何が？誰なんですかそれは。いや、違ったっけ。そういうの昔あった。2万円、3万円、5万円、10万円の。それでこう、愛しこいさん。みんなそうそうそう。このオークションは、はがき参加オークションです。まず何万円コースにエントリーするかを考えてください。そしてあなたの持っている品物、宝物に、いかにもそれらしい能書きを添えて価値観を盛り上げてください。例えばね、例えばさ、2万円コース希望、私が2歳の時からずっと使って夜一緒に寝ている枕とかですね、そんなものを2万円で私は売ってもいいとかですね、それからよだれや歯の型などしっかり入っていますが、この枕で見た夢は3D立体カラードリーム、3倍早送り、バーコードで予約もできる。あなたも 3D 立体カラードリームを見ようではないかとかですね。こういうのを書くわけ、自分で。で、まあ、しょうもない自分の枕を2万円で売りつけようという。もう要するに、能書きだけで2万円で売りつけるという。ね。例えば、10万円コース希望。長嶋さんが汗を拭いたという伝説のあるハンカチ。とかですね。いかに嘘ついちゃいけない。嘘ついちゃダメだよ、正直。例題にしても、噂のどういう伝説や、そういうね、何か紛らわしいのはね、ジャロがうるさいよ、そういうことで、うん、で10万円希望、私が勇気を振るって撮ったヌード写真、ぼかしなし、2歳の時とかね、そういうでね、これ、何でも買いますって言うんだね、
でこれあの優勝作品を番組で買い上げるという、うん、これ現金を差し上げるの。僕はあんまりこう現金をあげるっていうのはこういう企画っていうのは基本的には個人的にはあんまり好きじゃないんだけどさ、なんかね、そういう放送局ではないと思ってたんだけども、まあいいか、もらう方は現生嬉しいや、2万円、3万円、5万円、10万円もそうなの？すごいね、これ現金。恐ろしいなぁ、やる気出してるなぁ、文化放送もなぁ。2万円、3万円、5万円、10万円が生活の必需品が当たってしまうという恐ろしい企画。恐ろしい企画。さあ、あなたの密かな宝物。ひろた、はい、なんか宝物あるか。僕ですか？うん、例えば何万円コースに何か送るとすればどうだ？ないですね、あんまり。ないか。松本はどうだ？ないですね。ない。うん、正直に。あるある。ない。佐田さんの、うん、高校時代の生徒証の写真。なんでお前そんなもの持ってんの？え、なんだか知らないけど僕のとこ舞い込んできたんです。なんでそんなもの持ってんの？本人も持たないのにって。まあそういうものは出さないように。今日はね、最後のコーナーちょいと一服でねゆっくりお話をしようと思っていたのはですね、これあのここにあります、はい、ビートルズです。僕らビートルズ世代なんですけどね、ビートルズ知らない人が多いと思うのね、今この番組聞いてくださってる人の中には。ビートルズっていうのはとにもかくにも良きにつけ悪しきにつけ、まあこういう言い方されます、メジャーになるとしょうがないです。で、我々、あるいは音楽愛好者にですねかなり影響を与えた、音楽の歴史にも一石を投じたと言っても過言ではないぐらいのインパクトを持った、本当に60年代、最高のスーパースター、こういうふうに言い切っちゃいますけどね、ビートルズ、このお話でございます。ビートルズはサントラ版を含めましてですね13枚のアルバムしか出していないんです。13枚です、全部。ビートルズの日本公演、実動35分、11曲のコンサートだったんです。この時に初めて音楽会として武道館を使いました。もうえらい騒ぎだったんです。この時は武道館を音楽界として使うのはどうたらこうたら、いろんな意見が出ました。もう今やね、外国のタレントさん、いわゆる通称外タレという人たちがですね、とりあえず武道館目指してやってくるわけですね。まあ、今後はビッグゲークになるかどうか知りませんけれども、その偉大なるビートルズ、これは本当に僕たちにも今でもやっぱり影響を与えている伝説のバンドだったと思います。残念ながらジョン・レノンはなんか熱狂的なファンの手によって射殺されるというようなわけのわからないね、ことが起きてしまいました。本当に現代の一断面を見せられた、いろんなことを我々に教えてくれたビートルズのこの本がね、できたんです、うん、永久保存版って書いてあります。これなんだ別冊、なんだっていう本の別冊なんですけれどもね、コナミ出版というところから出てるのかこれね、すごいなこれね、すごいんです。本当は1000円もするやつですけどね、これね、ビートルズが本当にもう大好きな人たちが集まりまして作った本です。これすごい、ビートルズ関係者のインタビューなんか見てますとね、やっぱり面白いなと思うことがあります。ビートルズのプロデューサーとして名高い、ジョディ・マーティンのインタビューなんかもかなり興味深いものが載っております。ジョディ・マーティンといえばその後ねアメリカなんかのプロデュースもしたんですけども、ビートルズほど大きなものがね育たなかった、いろんな人たちのもの、それからビートルズのその今までの歴史的な写真などがこう載っておりまして、今イギリスへ行きますとそれぞれジョン・レノン・ドライブ、ね、ジョン・レノン通りとかですね、それからポール・マッカートニー・ウェイとかですね、ジョージ・ハリスン・クローズっていうのかな、これそれからリンゴ・スター・ドライブとかね、それぞれ通りの名前までついてるというのがね、そのぐらいすごい人たち、何しろ女王から勲章までもらったような人たちですからね。あーすごいわ、このほんのわずかの間きらめいたこの歴史的な人々、我々が事実レコードを作ったりなんかしてます、レコーディングをしたりなんかしてる、これは面白いからこういうことをやろうと思うことはまあほとんどと言っていいぐらい、ビートルズがもう60年代にやってしまってる。恐ろしいことにシンセサイザーもすでにもう彼らは使ってるというね、この凄さでございますからね、僕も大好きなビートルズファンの一人だったんですけどね、この本を差し上げましょうね。宛先はセイヤングのビートルズ係です。宛先はセイヤングのビートルズ係、これだけで結構です。10名の方にプレゼントいたします。10人の方、これはもちろんお買い求めいただけるんですけれども、とりあえず番組としては10名の方に
プレゼントします。ビートルズ大好きという人たち、どうぞおどん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 ね、こちらの方におはがきを寄せていただきたいと、こういうふうに思います。最後の曲になりますね。ビートルズの曲、後ろの方でかかってるだけで誠に申し訳ありません。最後はさだまさしの曲です。転校生。せいやー、東京都足立区の酒井恵子さんのラストレター。私もとうとう二十歳になり、先日は区で開かれた成人の式典に出かけてきました。三遊亭楽太郎さんが1時間弱のお話をしてくださったんです。私が一番考えさせられたのは、今は言葉のドッジボールが多すぎるという言葉。言葉のキャッチボールは大いにするべきだけれど、キャッチボールには上から投げるボールが取れない人には、下から投げてあげるとか、シュートで来たからカーブで返すとか、相手を思う気持ちがあるけれども、言葉のドッジボールにはそれがない。ただ思いっきりぶつけてやればいいという気持ちしかない。相手にぶつけた分だけ自分にも返ってくるということを考えて、言葉のキャッチボールをするようにしてほしい、そういう話でした。私はその場で、受ければいいとか、自分でわからないうちに相手を傷つけてるんじゃないかと思って、とても怖くなったと同時に反省もしました。20歳といえば文字通り大人です。自分の言葉に責任を持って相手の身になって、言葉のキャッチボールしていこうと思います。楽さんって本当時々ね、すごいいいこと言うんだよね。ある種哲学者みたいなとかね、まあ、話し家さんってみんなそういうとこあるんだろうけども、楽太郎さんが本当にね、いいこと言いますね。本当におっしゃる通り、言葉のドッジボール、時々やっぱり自分でも受け狙ってそういう時あるね。反省しちゃったりなんかするけどね、もろにそのドッジボールバーンって顔に受けてるのはいつも広田だったりするけどね。いやいや本当に、いやだけどこれはいい意見だな。ドッジボールっていうのは確かに、ぶつけられた相手っていうのは、とりあえずもう その現場から除去されるわけですからね。そういう部分ってのは確かに感じるな。これいつからなんだろうな。会話を楽しむっていうのをそういえば最近ないもんね。例えばお酒なんか軽く飲みながらさ、話が弾む相手とは冷静に考えてみると、キャッチボールの上手な人だよね。ドーンとぶつけてくる人は黙ってもう悪酔いしちゃうね、そういう人と飲んでるとね。なるほどな、いい言葉だな。セイヤングはハガキコミュニケーションラジオです。気軽におはがきをください。宛先がちょっと変わりました。郵便番号 160-02、 こういうふうに、書けば、東京都とか新宿区とか書かなくても文化放送に届くって本当ですかっていうはがきが来ておりました。その通りです。ですけども一応文化放送とこ書いてくださいよ。郵便番号 160-02、文化放送さだまさしのセイヤング、それぞれの係です。なんか2月からこういうことになったそうです。郵便物の多いところは、なんかこういうね、郵便番号で処理できると。郵便番号 160-02、 文化放送さだまさしのセイヤング、それぞれの係宛てですね。次回のセイヤングもここ四ツ谷の文化放送からお送りすることになっております。気温がね、1日の間に10度近く変化してるんです。このところ体とか風とかにね、まあ、人のこと言えませんけど注意してくださいね。本当に、今週も最後までのお付き合いありがとうございました。お相手はさだまさしでございました。一つ本当に体気をつけて、僕らもまさしガールド目指して頑張ろうと思っております。また来週元気でお会いしましょう。さだまさしのセイヤングアネックス、この番組はリクルートがお送りしました。